こうちゃん、結婚しよう。だって笑って旅をしてこんにちは、あかりです。今回は私一人のオープニングになります。ということはモニタリングをしていたいしてモニタリングをしていきたいと思います。私たちもう付き合って4年が経過してます。やっぱりまあ4年も付き合ってると周りから結婚しないのっていう声が結構ちらほら来るんですね。実際私たちが結婚するかっていうところでいろいろ話し合ったりは、まあもちろんやっぱ4年付き合ってるのでいろいろしてて、でもまあ具体的にはまあいつも決まらず、いつかしたいねみたいな収まってる感じなんですね。でもその中でも彼のこう思ってることとかいろいろまあ聞いたりはしてたんですけど、実際本音はどうなんだろうみたいなところがあって、結婚自体はなんかまあ今すぐじゃなくていいなっていうのが私のまあ気持ちではあるんですけど、まあやっぱいつかはしたい、まあ、今すぐじゃなくてもまあいいんですけど、まあどうなのかなみたいなところでちょっと聞いてみようかなと思います。なので今回は題してお酒の力を使って本音を聞き出そうモニタリングをしたいと思います。それでは本日も一日よろしくお願いします。こいちゃん聞こえてませんね。まあこんな感じで彼は全然聞こえてないので、とりあえずねご飯を作っていこうかなと思います。ああ、きつい？きくね。これも
さ、美味しいからちょっと飲んでみて。いやいいよ別に。一回飲んでみる。大好きなの。うん。どっちが美味しい？水。水が好き。水がいいの。水がいい。これはね、マツコの味だ。早いね。もうでもちょっと赤くなってない。マジ。お腹の辺がすごいやつ。わーうまー。顔真っ赤なんだけど。眠くなってるから。やべえなこれ。お腹がすごい熱い。お腹が熱い。やばい。なんか生まれそう。いやまだあれじゃない。お腹がまだまだいけるでみたいな。本当に？みたいな。本当に？こーちゃん、結婚しよう。ああ、するよ。する？するよ。するよ、結婚。結婚する？うん、する。かりちゃん、今結婚した？え？でも結婚した？違う、正式なのは違う。正式なのがあるの？正式なのがあるよ。いや、正式なのがある。大丈夫？正式なのなんかやっぱりね、あるわけですよ。ちゃん、え？なんだ？は？は？いや、結婚、結婚の正式なのがあるの？プロポーズでやっぱりね、あるわけですよ。いつプロポーズは？知らん。知らんけど、でもなんかその場所とか、うんうん、シチュエーションは決まってるのよ、もう自分の中でね。あ、え、そうなんだ。そう。どこ？いやね、面白いね、そっちの方が。でも、結婚はするけど、時が来てないのよ、うんうん、まだ。まだね。時が来てない、うん、するあれは決まってる。するあれ？場所とか。場所？シチュエーションは一回目。俺の中で最上級のロマンチックは決まってるから、あそこでするから。どこだろう。その時が来るのを待っててほしい。眠たいなってきたな。もうなんかグラタンが遠いよ。グラタンは近いよ。ありがとう。こうちゃんさん。あれ？ YouTube か。YouTube。YouTube だよ、こうちゃん。これ YouTube か。大丈夫？ごめんね、弱いの知っててやったから。いや、そんな、大丈夫、整ってる、整ってる。ごめんごめん。あなたお昼寝しようね。そうだね。そうだよ、こんちゃんだよ。赤っ。一旦お水飲んで、はい。前からね、その、こんちゃんとそのお話ししてた時に、まあ結婚はするよっていう話は全然してて、でもなんかどこでとか具体的に決めてるとか、そういうのはね、初めて聞いたから、そう、ちょっとびっくりしましたね。そう、まさかのこっちがびっくり。幸せそうだね、こいつ。幸せ？寝る寝るでしょ。今日はもう何もできないから。うるさい。というわけで、じゃあ、バイバイ。アディオス。絶対編集するとき自分で恥ずかしいから、それ。バイバーイ。チュース。